はい、皆さん今日は暑い中ありがとうございます。山本瑞希です。今日は無事にこの日を迎えることができてとても嬉しく思っております。短い時間ですがよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。改めまして鈴鹿役を演じさせてもらいました玉城ティナです。今日は最後まで楽しんでください。皆さんこんにちは。今日はありがとうございます。とっても今日は暑いので夏のような日ですね。夏にぴったりな作品が公開になったと思います。今日は楽しんで帰ってください。どうも、監督の白石浩二です。今日は本当にこんなにお集まりいただいてありがとうございます。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。どうですか。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな中、私はさつかわさんの胸元が気になってしょうがないんですが、今日はそれも含めまして皆さん普段で楽しんでいってください。はい、よろしくお願いいたします。いや、もう本当に満席ですごい良かったなって安心してますね。5人もセーラー服と機関銃も2週間でこう打ち切りになっちゃったっていう悲しいことがあったんで、まあ角川映画なんですけど、それも全部ここと一緒のなんかいや、もう本当これだけ入ってほしいっていう、はい、もうみんな角川の人もみんなそう思ってるっていう感じですね。はい、いや、もう今日嬉しいっすね。霊能者っていうインチキ臭い役だったからなんかもう本当になんだろうな、もう監督も適当にやってりゃいいよって感じだったから。そんなことないでしょ。いや、もう本当適当にそんなことないでしょ。適当にやってればいい。適当ですよね。いやいや、それはないですよ。適当さを本気でやってくれっていう感じです。ああ、はい、それは確かにそうですよね。そういう意味で、はい、真剣にっていう、はい、なんだろう、でもすごい難しい、なんか時代に沿ってすごい、うん、貞子とかや子自体もなんか、うん、こう多様化してるというか、うん、その時代に貞子とかや子が多様化してる。間違えた。いや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 、確かに間違えた、言葉は間違えました。何順応していく、順応していく、なんか多様化してるよね。なんかダイソンのなんか新商品みたいなね、多様化してますね。いやいや、でもまあ世界的に広まってますもんね、はい、多様化でいいと思いますよ。定期の対決に向けてどちらが勝つかをみんなで予想し投票する貞子 VS かや子、呪い勝つのはどっちだ、総選挙キャンペーンというのを開催しておりました。さあ、この戦いに勝ったのは貞子でした。安藤さんが手を差し伸べて、これなんて書いてあるんだろう。慶三と貞子のコラボレーションですね、これね。さあ、それでは貞子さん、喜びの感想を聞かせてください。怖い嬉しいということですね、これはきっと。さらに嬉しいと。貞子の万歳が見れるのは非常にレアです。本当にちょっと笑える空気になる映画でもあるし、怖いって素直に思っていただける映画でもあるし、あとは MX4D でも上映されるので、本当に3パターンの見方がある映画ですので、周りの方を誘って最低3回来てくださったら嬉しいなと思っています。今日は短い時間でしたがありがとうございました。ありがとうございました。